連勝中のドラゴンズはジャイアンツとのカード2戦目に臨みました。先発マウンドはベテランの涌井。初回を2者連続三振を含む三者凡退で抑えるなど上々の滑り出し。6回までわずか1安打にまとめゲームを引き締めます。すると6回裏、まずは先頭の大島がヒットで出塁。続く2番村松は内野ゴロに倒れますが、ここからは去年までと一味違う右の大砲クリーンナップ。まずは3番石川昂弥。アウトコース一塁間破っていただいてのヒット。鋭い打球でチャンスメイク。続くバッターは7試合連続マルチヒット中のこの男。ホームランダービートップ対4番細川誠也。スタンドの声援を背負い4球目。その低め振ってしまいました。空振り三振。いやまだまだ、後ろにはこの人がいます。5番大将中田翔。高く打ち上げたレフトへのフライ、ショートがバック、結果ショートフライとなりました。5番の中田翔がっくり。このチャンスを生かせず、その直後涌井は粘りきれずタイムリーと押し出しでついに2失点。この2点が重くドラゴンズは敗れました。